建築家の先生が考えた自分のお家を今日はご紹介していただくと。こんにちは。はい、こんにちは。リブワークの松永です。はい、はい、本日は茨城県つくば市にやってまいりました。ね。で、今回は、スペシャル回ということで。はい。建築家の先生のご自宅をちょっと収録させていただく機会をいただきました。はい、そう。なので、建築家の先生が考えた自分のお家を今日はご紹介していただくとのことですね。はい。で、しかも今回は。スペシャルゲストもご本人にね登場していただきたいなとじゃあ早速ですが先生をお呼びしたいと思います。はい、はい、では吉川先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。基地デザイン設計事務所の吉川と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで。はいまさにですね、このお家のお施主様であり、はい、このお家を設計された吉川先生です。緊張してるでしょ。はい。あれですか、なかなかこう建築家の方と一緒にっていうのが初めてなんですか。初めてですね。こうやってコラボさせていただくのは初めてですし、そうなんですね。はい、その結構なんかイケてらっしゃるからイケてらっしゃるイケイケというか。すごいなんかモデルさんみたいな。ありがとうございます。ちょっと反町隆史さんにね似てらっしゃるんですけど。初めてですね。今回このお家コンセプトというか、はい、はい、どんなことをイメージして建てたのかなっていうのもちょっと聞いておきたいですね。こう昔からこうやっぱりこう白くて、うんうん、キューブ型のすごくシンプルな形っていうのが惹かれるところがあり。うんうん。まあ家もそうですし、はい、実は私が今乗ってる車もジープのラングラーっていう車で、あれもこう結構四角くて、まあ、白なんですけどやっぱり、はい、乗ってたりしてまあそれなんかこう降ってきた、ね、なるほど。先生の話にもあった通り、うん、今日は白がですね結構メインカラーになってまいります。なるほど、うん、でそれこそね外壁も今回白でまとめてらっしゃいますよね。はいはいはい、これ何の外壁使ってらっしゃいますか。木造の住宅のところに外壁はモルタルを塗ってその上に、まあ、白い、水性の塗料を塗ってるんですけれども、うん、吹き付けとかだとちょっとザラッとするじゃないですか、うんうん、そのザラッと感もちょっと出したくなくて、こだわってるモルタルの本当にこうフラットなところに、塗装、はい、白なので汚れやすいっていうところもあって。うんランディックスコートっていうちょっと特殊なコンクリートの壁とかに塗るような塗料なんですけども、苔とか、毛っていうものがこうつきづらい塗料になってます。なので14年経ってまだこのぐらいの、汚れ具合。ちなみに今回は、はい、まあ居住用だけじゃなくて店舗も兼ねてらっしゃるんですよね。はい、以前夫婦でカフェコモというカフェを経営してました。ではちょっと長くなってしまいましたが、本日の、ねはい、間取りをご紹介したいと思います。はい、はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 52.51 坪、建物の面積が 38.55 坪の2階建てのお家になります。なるほど。はい。ちなみに先生注目ポイントというか一番見どころってこのお家でいうとどこに。ああでも1階が、ほぼ靴での生活をしてます。おーじゃあ1階部分ということで、はい、では中にお邪魔したいと思います、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいということで玄関にやってまいりました、はい、でここが玄関の入り口になるんですけどもここの横にテラスがあります。どういった用途で使われてますか。当初はまだカフェをやっている時で、うん、客席として、うん、はい使えたらいいなということで増設しました。今もねちょっとくつろぐスペースとしても良さそうですよね。はいはい、素敵なテラスです。では中にお邪魔したいと思います。どうぞ。はい、どうぞというか私のお邪魔します。はい、失礼いたします。じゃあ奥に。はい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 。ここは？そうですね。ここがリビングダイニングだった部分。はい。まあご家族がくつろぐスペースとして作られた空間になります。今はレンタルスペースとして活用されているとのことです。はい、普段どんな方に貸してらっしゃるんですか？今定期的に雲の書道教室が週に1回と、あとベネッセさんの方の子ども英会話のスクールがここで週3回ぐらい。すごいいやらしいことを最初から聞いていいですか？はい。やめてください。いや、なんかそういう風になんかレンタルスペースをされてるってどれぐらい収益あるんだろうなって。だいたい10万ぐらい月に売り上げにはなっています。で、まあここのまあ住宅のから月に10万ほどです。そんなこと言わなくていいです。それはちょっと定義できるような形ですね。すいません、そのことまで言わしてしまって。はい、まあでもそれはある意味この立地も大事ですよね。結構周りが。そうですね、はい、住宅街ではあるんですけど、駅から歩いて10分ほどっていうところがあって。近隣の方だけではなくて、また東京から。のご利用も結構いらっしゃいます。そうなんですか。はい、なるほど。リビングとして最初使われるってことですか？はいはいはい。下の部分が全部土間なんですよ。そうですね、モルタルの土間になっています。リビングを土間にするって結構勇気がいることだと思うんですね。はい、いや、わからないです。日本の固定概念ですけど、で、はい、結構海外チックじゃないですか。お家の中に入ってって。もともと私のおじいちゃんの家が紙問屋さんを営んでまして。道路に面したお店がこういう土間になっていて、で土間から奥に続く、まあ、土間の廊下みたいなものがあって、まあ、そのこう両側に部屋が並んでるっていう、お家で子供の頃は過ごしていたので、私の中では本当に、はい、その違和感はないです。そうですよね、はい、その環境で育てたら確かに住み慣れてるといえばね、逆に、はい、住みやすい環境かもしれないですね。はいはい、そしたら次のお部屋をちょっとご紹介したいなと思います。はい。次はどこですか？はい。ちょっと手前に戻って、はい、玄関入ってすぐ右手側、はい、はい、ここに一つお部屋があります。失礼します。はい。全体的な広さでいうと 3.6 畳ぐらい。はい。でもともと備え付けのこういう収納付き机、デスクを置いてらっしゃいます。では次、はい、事務所の横ですね。うん、ここに、お手洗いが実はあります。うん、こだわりがあって、うん、便器ですね。はい、一見普通のに見えると思うんですけど、イタリア製のものを使ってるらしいです。なんででしょう。どうしてもこう日本のこういったトイレってすごいこう丸みを帯びていたりとか、で白でも本当にこう真っ白でなかったりとか、店舗のトイレでもあるので、こういったちょっとデザイン性に富んだものを入れたいなということで入れさせていただきました。イタリアがお好きだからとかっていうわけではなくて、あとはちょうど30歳の時に、はい、ちょっと設計事務所を辞めてスパッと、はい、そうだったんですね。はい、1年ぐらいミラノの寿司屋さんで働いていたことすごいギャップ。寿司屋さん、はい、なんかやっぱイタリアってやっぱこうデザインされたものが非常に多くて、いや、そうですね、はい、こういうのが本当に好きなんですね、私は。はい、確かにちょっとシュッとしてかっこいいし、はい、言われてる白の色がちょっと違うなって、手前のこれ日本の、はい、手洗い、TOTOさんの手洗い機の白なんですけども、比べてもやっぱ違いますね。そういう細部にまでやっぱりこだわりをね、はい、しっかりね入れてらっしゃいますね。そのスイッチプレートも、はい、スイッチプレートこれはドイツのルートロンっていうところのこれですねスイッチプレートなんですけど、そのプレートの白さもその当時はそれが一番白かったのでなるほど、はい、白マニアですよね、はい、完全にね、はい、壁はペンキというか塗装なんですけど、日本の塗料工業さんの日東工の、ペンキの品番で N-95 っていうのが一番こう白いんですけど、はい、これ N-95 番N-95 番です。これは、はい、白マニアですだから大抵普通の方は N-90 っていう、うん、少しちょっとアイボリーがかった白が日本だと思うんですけど、私は95番です。なんか本当にすみません、ちょっと失礼な言い方なんですけど、はい、なんかマニアというよりちょっともうオタクに近いですよね白オタクみたいなということで、はい、いろいろ教えていただいたんですけど、次はキッチンをちょっとご紹介したいなと思います。はい、はい、先に失礼します。はい、こちらがキッチンですね。はい、ありがとうございます。おお、カフェをされてたというだけある。業務用というか厨房という感じで。うんうん、はい、ただ今はもうカフェをされてないので、もう普通にね、普段ご家族がご飯作ったりとかするっていうキッチンになるんですけども。はい、結構今店舗兼住宅考えてらっしゃる方多いんですよ。はい、で今後、カフェないし、飲食店を家でしたいって思ってる方がいたとして、どんなキッチンにするのがおすすめ？この、キッチンの特徴だと大体広さでいうと8畳ぐらいあるんですが、その真ん中にこういったセンターテーブルみたいなものを取りまして。このセンターテーブルを囲うようにぐるぐるこう回れるような動線になっているので、こちらのスタッフとこちらのスタッフの動線が被らないというところで、非常に使い勝手が良かったです。はい、なるほど。確かにピーク忙しい時ってなんかちょっとあーってなりますもんね、はいはい、その人とぶつかっちゃうとね。はい、ということで、こっち側。はい。言ってくださった通り回遊性のある動線で、ここにですね一つお部屋があるんですよ、実は。ね、この扉もまた真っ白だよね。真っ白ですね。はい、95番N95 番ですね。ではちょっと開けさせていただいて、はい、おお、また中もちょっと水色、確かに。はい、こちらの空間は和室ですね。でもともとこの厨房というかキッチンの横に和室を作った理由としては、お店のことしながらここでお子さんを見守れるようにっていう動線で作ったそうです。そして、はい、こっち側ですね。実はですね、中庭というかお庭、はいはい、もあって、大きい吐き出し窓が2つあるので、そこからお庭とつながったような空間の作りにもなってます。こちら側がちょうどお庭がある方が南側ですかね。そうです。たまたまですけど、私の住宅の作品って北側道路の敷地の住宅が非常に多くて、たまたまです。北側道路の土地ってすごい南道路の土地より安いじゃないですか。でも南に道路があるお家ってどうしても道路側にこうお庭が来て、お庭に面してリビングの大きな窓がついてるっていう感じじゃないですか。はい、北側道路になると南側の道路から反対側にこういうお庭になるので、すごいこう中庭のようなプライベート感が出る。そうですよね。はい、なので南道路のお家ってお庭でこうバーベキューしてても、もうみんなに見慣れながらバーベキューしてるじゃないですか。はい、ここだと本当にプライベートな空間になってますので、北側道路おすすめです。そしたら次はちょっとお2階を、はいはい、ご紹介させていただこうと思っています。ということでお2階にやってまいりました。はい、はい、階段上がってすぐ左手側ですね。ここですね、階段が。はい、はい、ここにお部屋がございます。はい、ここお子さんのお部屋なんですけども、でもね、ありがたいことに許可をいただいたので入っていきたいと思います。おお、ここもやっぱり白ですね。白ですね。はい、それこそ床材、無垢材ですね。パイン材を白く塗装したものを使ってらっしゃいます。で、こちらのお部屋ですね。はい、今この見ていただいている空間でいくと、約 5.5 畳ほどなっております。で、最初はここ。扉がね、今たくさんありますけど、ここにもありますね。はい、扉とかも全くなくて、階段上がってすぐの大きいフリースペースだったそうなんです。じゃあお隣のところまでこうつながってた感じか。そうです。はい、ただそこを扉をつけて、お子さんの成長に合わせて仕切れるように今されてます。そして、お子さんの部屋出まして、水回りご紹介したいと思います。おしゃれ。はい、こちらが脱衣室とお風呂になっております。 ASJ さんとのコラボのお家はほとんどガラス張りですよね。空間的にも広く感じますし、開放感が出る、すごくね、いいなっていう、ちょっとホテルライクなね、空間になってますよね。お手洗い、トイレですね。廊下をね、できるだけなくしたいとか、家族だけがやっぱ使うものだから、そこまで気を使う必要もないよねとか、いろんな理由があってこういったのをされてたと思うんですけど、先生、ちなみに先生、はいはい、すごい天気良くなってきました。曇ってましたけど先生、なぜか外にいた。すっごい日差しがなんか強くなってきました。あ、そこも一応露店っぽくなってるんですね。そうですね。はい。はい、じゃあ先にこっちご紹介しますね。ちょっと笑っちゃいました。先生、こっちから通りました。はい、お風呂めちゃくちゃ素敵なんですけど、吐き出し窓があって外に出れるようになってるんですよね。めっちゃ明るい。浴室側を開放すると、本当にこう外を眺めながら。お風呂に入れて、ちょうど月が夜見えたりするので、はい、月を見ながら、はい、あとはもうこれだけ開口があると、もうあっという間に浴室の中乾くので、はあはあ、確かに確かに、はい、髪もそんな生えないですね。ちなみにさっきちょっとお話が出たんですけど、はいはい、トイレがここにあるっていうのは、なんか普段使われててどうですか？特に子供が小さい時っていうのは、ここでこう子供の用を足した後に、すぐここで子供のお尻を洗うことができるので、すごく非常に便利でしたし、子供にとってはもう本当に1歳半からこのスタイルで生活してるので、全然平気みたいですね。大人になって自分もお風呂入る前に、例えば歯磨いて、トイレして、お風呂入ってとか、もう全部これ済んじゃうみたいな。楽といえば本当に楽ですよね。で、最後、バルコニーをちょっとご紹介したいんですけども、さっき先生ここから出てたんですね。そうみたいです。形跡が残ってますね。さっき閉まってるなと思ってたんですよ。なるほど。ああ、いや、いい。はい、サンルームですね。はい、になっております。で、もともとはこの屋根はなくて、広い一つのバルコニーだったんですよ。で、お洗濯物もここに干してたんですけど、雨の日でも干せるようにっていうので、後からここは増築という形で、はい、室内型のテラスをつけてらっしゃいます。ちょっと疑問というか、ここは何のスペースなんでしょう？そこですか。はい。バルコニー作って高い塀で覆ってしまったので、バルコニーからこれがなかったら、道路の方見えないんですよね。確かに。そうですね。見えるっていうのもあるし、外観のデザイン上、そこにもう一つのちょっと背の低いスクエアの箱がこうギュッとこう混じり合ってる外観のデザインをしたかったので、こういった感じです。なるほど。窓もそうですよね。外観、家の中からだけの、高さとか位置じゃなくて、外から見た時の雰囲気もやっぱり見ながら決めていくっていうのが大事ですよね。はい。はい。あと本当にこのサンルームは非常に本当に便利ですね。分もうエアコンとか入れちゃったんで。本当ですね。はい。冬とか梅雨時とかこれがあると本当に洗濯も乾きますね。へー。ここを開けるともう洗面になるので。すりガラスなんですね。はい。でここに洗濯物があるんで、まあこれすごい動線が短く。はい。では、はい、1階に戻ってエンディングに移りたいと思います。はい。はい。たくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。はい。ちなみに先生はまあ今ね建築家さんとしていろいろ活躍されてると思うんですけど、はいはい、今後こんなことしていきたいなみたいなのって何かあるんですか？ですね、私今つくば市に茨城県つくば市に書店を持ってやってるんですけども、一応事務所としては東京とあとデンマークにもちょっと事務所を作りまして、デンマーク、はい、自分の建築家として建物を提供してるんですけど、はい、私のお客さんとの打ち合わせって9割ぐらい家の話はせずにほぼ悩み相談を聞いてる感じなんですよ。9割もですか？はい。それを通して、あ、じゃあその建築を通してこの建築の中で残りの人生をこういう人生にしてみてはどうですかみたいな感じで建物を提供していくんですね。それにつながるんですけど、デンマークに、教会のようなこう自分をこう見つめ直せるような、施設を作りたいなっていうふうに。発想が面白いですね。だいぶ予想してたのと違う方向を見てらっしゃいましたね。そのためには資金が必要だして、はい、結構莫大な資金。いや、そうですよね。そうですよね。はい、そのために、はい、どうか支援いただける方募集中です。あ、ちょっと視聴者の方に向かって。急に宣伝入れないですか？はい。いや、まあまあでもなるほど。そういったのに共感していただける方とかね、ぜひね一緒になんか先生と一緒に頑張りたいという方がいれば、ぜひぜひもしお金じゃなくて一緒にやりたいとかでもいいですし、はい。そのデンマークで私働きたいわでもいいですし、はい。何か手伝っていただける方、共感を持って手伝っていただける方、ぜひ連絡ください。ちなみに、ASJ さんのお家、取らさせていただいているときには毎回こう参考価格っていうのをね、ちょっと出させていただいてるんですけれども、あくまでもこのお家の金額ではなくて、この間取りで建てる時の最低参考価格、はい、というところでお伝えしたいと思います。はい。今回のお家ですね、税込みで約2600万円でございます。この塗料も N95 です。N95 万込みで。はい、もちろんです。ご予算に応じて最高の白でご提案できると思います。なるほど。はい、ではもう本当にね、いろんなお話聞かせていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。